ケプラー452ビットとは、地球から見て、白鳥座の方向に、約1400光年離れた位置にある G 型、主系列星、ケプラー452を公転している、太陽系外惑星である。ケプラー宇宙望遠鏡による、観測の元、ジョン・ M ・ジェンキンスらのチームにより発見され、2015年7月23日に、NASA より公表された。しかし、 2018年に公表されたマラリーラの論文では完全には存在が確定していないことを指摘しており候補に止まると考える説もある。質量は最大でも 3.3M のスーパーアースで太陽に似た恒星のハビタブルゾーンを公転していると考えられている。もしニューホライズンズが時速5万9 0 0 0トルでこの惑星系に到達したとしても 約2580万年ほどかかる。ケプラー452ビットと地球の大きさの比較。左、ケプラー452ビット、右、地球プラネタリーハベタビラティラボラトリーの推定によると、質量は 3.3M 以下と考えられている。岩石惑星であった場合は、質量、密度の大きさからかつ火山を伴うスーパーアースである、可能性が高い。半径は、 地球の1.6倍程度と推測され、恒星ケプラー452のハビタブルゾーン内にある。また、太陽に似た主系列性のハビタブルゾーンを地球に近い光天周期で周回している惑星であることから、発表においても、アース2.0や地球のいとこという表現が用いられるなど、地球に似た惑星であることが期待されている。 平行温度は 261K で大気を考慮した、表面温度は 297K と推定されている。主星のケプラー452は G 型主系列星の構成で、太陽と質量が同程度である。わずかに太陽よりも質量が3.7%ほど大きく、半径も11%ほど大きい。表面温度は 5757K で、 太陽が 5778K であることから太陽に似た恒星であることが言える。ケプラー452ビットから見た主星は地球から見た太陽とほとんど同じだろうと考えられている。この恒星の見かけの等級は13.426であるため肉眼では見えない。恒星自体は太陽の1.2倍ほどの高度である。ケプラー452ビットは 光点周期が385日で、主星から 1.04au のところを光点している。軌道は、円軌道で惑星と恒星で時点と光点の同期が起こっている。可能性は低い。ケプラー452ビットが、岩石惑星かどうかは分かっていないが半径が小さい。ため岩石惑星である。可能性がある。光星は、温度。 質量が太陽とほぼ同じで高度は1.2倍ほどで、あるが太陽よりも19億年お置いて進化しているため受けるエネルギーは地球が太陽から受けるエネルギーより10%大きい。そのため、もしケプラー452ビットが地球型惑星で地球と同じ質量であれば、暴走温室効果の影響で表面の水は失われてしまっていると考えられる。しかし、 ケプラー452ビットは地球の約1.6倍の半径があるため、もし密度が同じ程度であればその質量は約5倍となり、水が失われるまで5億年ほどの余裕があると考えられる。2009年、トランジットによる恒星の周期的な高度の変化を捉えるために NASA はケプラー宇宙望遠鏡の高度計を使用して5万にもわたる恒星の観測を行った。 これらの構成は、ケプラーインプットカタログに含まれており、ケプラー452ビットもこの対象に含まれていた。その後、再調査で惑星を持つ可能性がある構成の高度曲線のデータが、ケプラーの分析チームに送られ、2009年5月13日から2012年5月17日までに観測が行われた。ケプラー452ビットは、 構成のケプラー452が385日周期で高度が変化するため最終的に太陽系外惑星であることが結論付けられた。この発見は2015年7月23日に NASA により公表された。観測を行ったケプラー宇宙望遠鏡はある一定の区画しか観測を行っていないので宇宙全体を観測し新たな惑星を 発見するためにテスヤキイップスの観測やジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡による再調査が行われる予定である。ケプラー452ビットは1400光年も離れているので現在の技術や次世代の技術では質量や大気の詳細を知るのは難しいが、将来巨大な地上の望遠鏡による大気、質量の特定が期待されている。 地球外知的生命体の痕跡を探すセティの研究者は望遠鏡を使って初めて太陽に似た恒星のハビタブルゾーン内を公転していて地球に近いサイズであるケプラー452ビットの調査をすでに開始している。セティの研究者らはカスケード山脈のアレンテレスコープアレイを使ってケプラー452ビットから発信された電波はないかを調べた。 2015年7月時点で ATA は20億を超える周波数の電波を使って観測を行ったが結果は得られていない。これから90億以上の周波数の電波を使用して地球外知的生命体が送った信号がないか観測していく予定である。ケプラー452ビットの発見前からハビタブルゾーン内に軌道を持つ太陽系外惑星はいくつか発見されてきた。 特にケヘプラー 62EF、ケプラー 186F、ケプラー438ビットなどは発見されるたびに、これまでで最も地球に似た太陽系外惑星と言われてきたが、ケプラーチームは、ケプラー452ビットこそが地球に最も似た太陽系外惑星であるとしている。ケプラー186、ケプラー438は赤色矮星。 ケプラー62は K 型主系列星であるが、ケプラー452は太陽に非常に似た G 型主系列星である点が他と大きく異なる点である。ケプラー452ビットと地球に似ているとされている太陽系外惑星の比較表を以下に示す。ありがとうございます。